はい、皆様こんばんは。おっさ系の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯563杯目になります。今回はケンタッキーストレートバーボンウイスキー代表銘柄のエヴァン・ウィリアムスのですね、12年ものの銘柄の登場です。今夜も明るく楽しく飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ケンタッキーストレートバーボン、銘柄エヴァン・ウィリアムス、12年、原産地アメリカ合衆国ケンタッキー州、蒸留所オールドエヴァン・ウィリアムスディスティラリー、輸入者バカルディジャパン、アルコール分 50.5 度になります。金額は4015円で購入をさせていただきました。エヴァン・ウィリアムスエイジズ12イヤーズオールド101プルーフということでして、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーの代表銘柄エヴァン・ウィリアムスのですね、レッドラベル12年の登場ですね。101プルーフですので、割る2なのでアルコール分が 50.5 度 50.5% になります。エヴァン・ウィリアムスっていうのはですね、1783年にオハイオ川のほとりに蒸留所を設立、ケンタッキー州のエリアでですね、最初にバーボンを蒸留した人物としてね、歴史的に知られてるんですね。そうなんです、エヴァン・ウィリアムスはね、人物の名前ですね。1783年っていうことは、日本で言いますと江戸時代中期から後期にかけてっていうことになりますよね。まあ歴史と伝統のあるその、銘柄っていうことなんですね。このね、ラベルにもね、このようにね、記載があるんですね。これがね、エヴァン・ウィリアムスの、サインらしいんですね。サインがすでにね、このあったということで、エヴァン・ウィリアムス、シグネチャー・アズ・イット・アピアード・オン・アン・18世紀、センチュリー・ディスティレーション・ライセンスということでして、まさしく18世紀の蒸留免許証に記載されていたエヴァン・ウィリアムスのサインっていうね、そういうものがあるってことなんですね。で、この人がおそらくエヴァン・ウィリアムスさんなんでしょうね。そして、古き良き蒸留所というような印象でしょうかね。そして、エヴァン・ウィリアムスさんっていうのはですね、生まれながらのリーダーでありまして、革新者、イノベーター、そして、起業家でもあったというね、そういう方でして、そしてですね、その彼はですね、ビジネスマンであり、政治家でして、そして何よりもですね、ウイスキーの蒸留業者、蒸留者としてですね、様々な商売をしたっていうね、それがですね、エヴァン・ウィリアムスっていうね、方なんですね。いわゆるですね、ケンタッキーでね、初めて蒸留を開始したといいますかね、ウイスキーを作った、エヴァン・ウィリアムスってことなんですね。This bourbon is aged 12 years for a smoother, more complex flavor! ということでして、このバーボンウイスキーは、こちらのバーボンウイスキーは、12年の熟成を経て、よりスムースで複雑な味わいになっております。スムーズで複雑な味わいになっておりますよっていうことですね。ワールドレナウンドバイバーボンラバーズということで、バーボン愛好家の間では世界的に有名ですという風にね、ラベルに記載がありまーす。そのようなですね、エヴァン・ウィリアムス。以前にですね、グリーンラベル、ブラックラベル、そして白色のね、ラベルのボトルド・イン・ボンド、さらにはスモールバッジっていうね、4銘柄をね、いただきましたね。4銘柄いただいたんですけど、ついに5銘柄目の登場。それはレッドラベル、赤いラベルの12年もの、バーボンウイスキーの12年もの、12年熟成以上の原酒で構成された銘柄ってことなんですね。記憶が正しければなんですけどね、私はね、バーボンウイスキーの12年ものっていうのはね、初めていただくんじゃないかなというふうに思いますよね。例えばですね、現地ではね、アメリカ現地では様々な銘柄があると思うんですけど、日本ではですね、12年もののバーボンって言ったら、あれですね、アイダブルハーパーですね。アイダブルハーパーの12年しかちょっと知らないのかな、見たことないのかなっていうふうに思いますよね。
確か1961年にね、市場に出たのがね、アイダブルハーパーの12年ものだと思うんですけど、バーモンウイスキー、ケンタッキー州っていうのは大陸性気候ですね。大陸性気候なんで、寒暖の差がめちゃくちゃ激しい。冬はとても寒くて、夏はとってもめっちゃ暑いっていうことで、熟成、樽熟成がダイナミックに行われるんですね。よってですね、スコッチやジャパニーズのようにね、長い熟成期間はね、そこまで必要じゃなくてですね、4年から6年が多いかなっていうふうに思ってるんですね。定義では2年以上。それがね、バーボンウイスキーですね。バーボンのね、長期熟成で代表的なものはあのブラントンですね。ブラントン、バッファロートレース蒸留所が作るブラントンですけど、あれはね、年数表記があえて書いてないんですけどね。まあそのようにですね、その大陸性気候で寒暖の差がとてもあってもですね、例えばレンガ作りの倉庫などね、あとは温度が一定にね、冷涼に保たれているような場所であればですね、長年の熟成ができる。まあそういうね、長年の熟成を経た原酒、10年以上の原酒がね、集約されて集まってね、今回の原酒になってですね、構成されてこのような銘柄になってるのかなというふうに思いますよね。まあそのようなね、12年もののエヴァン・ウィリアムス、どのような酒質を私に教えてくださるんでしょうか。飲むのがとても楽しみでーす。ではこちらのエヴァン・ウィリアムス12年オープンしていきましょう。さあいかがでしょうか。かっこいいね。もう素直にかっこいいですわ。この赤いラベル、美しいですね。非常に映える。いやーすごい、もう堂々としたね、威風凛々としたですね、風格のあるようなね、そういうボトルデザインラベルですよね。もちろんね、中身の方もね、非常にね、風格があると思うんですけど、こういうデザイン私結構好きですね。色も大好きですね。と、これは樹脂キャップですね。樹脂スクリューキャップですね。それを開けていきまーす。失礼いたします。はい。開けることができましたね。あ、ちょっとラベルを見ていくの忘れましたね。エヴァン・ウィリアムス、エイジド12イヤーズ、101ブルーフ、ケンタッキーストレートバーボンウイスキーっていう風に書かれておりますね。あ、これもありましたね。ジェヌインサワーマッシュ。バーボンといえばサワーマッシュですね。いわゆるpH調整をすることによってですね、もろみを活性化させてね、酒質向上につなげる。あとはチャコールフィルター、炭のろ過ですね。木炭のろ過によってですね、非常にメローなね、仕上がりになってるっていうね、その特徴もありましたよね。さあ、続いていきます。トク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 、無事に、オープンすることができました。ではケンタッキーストレートバーボンウイスキーの12年ものの、エヴァン・ウィリアムスレッドラベルストレートを失礼いたします。色はいかがでしょうかね。濃いですね。濃いブラウン、深い色のアンバー琥珀というような印象でしょうかね。透明感のあるブラウン琥珀ですね。そしてグラスの縁に伝う、涙レックはいかがでしょうかね。そうですね、やっぱアルコール度数 50.5 度、101プルーフもあるので足が太いですね。太く流れてくるというような印象ですね。中央から豊かというような感じですね。さあ飲んでいきましょう。香りをまず嗅いでいきます。飲んでいく前に香りでしたね。失礼いたしました。香りを嗅ぎまーす。そうですね、カラメルですとかバニラとかですね、そのようなですね、木ですね、木の匂いプラスメープルシロップのようなですね、メープルシロップ、カラメル、バニラ、蜂蜜、そのような香りがもわってきてる印象ですね。そして樹液、その辺な感じでして、なんでしょう、杉の木とかメントール系統、ペパーミント系統もあるんですけど、やはりね、アドバンテージを得てるのはメープルシロップ。メープルシロップ、蜂蜜、そしてカラメル関係。そこにね、なんでしょう、バニラがちょっと入ったような木、焦がしバニラみたいなね、クリームブリュレみたいな。そのように心地よい香り、甘い香りがね、鼻の中に入ってくると。そのような第一印象ですね。いや、上質ですよね。
ではストレートをくじに含んでいきます。失礼いたします。柔らかくまろやかに入ってくるんですけど、ドライですね。ドライです。そしてですね、洗練された苦味、リファインされた苦味がドワーッと押し寄せてきますね。非常にですね、シャープです。シャープでキレがありますね。まろやかにね、最初入ってきてね、とろっとね、糖蜜のような優しい感じかなと思わせつつ、直ちにドライですわ。速やかにドライ。リファインされた苦味がすごいですよね。そして旨味関係もありますね。で、多少のですね、控えめな渋みもあるんですけど、控えめな渋み、そして飲み込むときはですね、非常に骨格が豊か、強いですね。非常にパワフルですわ。まあ、101プルーフ、アルコール度数、50.5 度っていうのもあるんですけど、このストレートはなかなかね、なんて言うんでしょうかね、安飲者、バーボン安飲者でね、ちょうどいいっていう感じで、初めてとかね、ビギナー的な感じの方ではね、ちょっときついんじゃないかな、強いよ、圧倒的にパワフルだよ、ハツラツとしてるよっていうね、そのようなね、ご意見をいただきそうな感じ。しかし、私のようなですね、高アルコール上飲者、高アルコール上飲者にはですね、このようなアルコール豊かさがたまらないですね。でね、飲んだ後がね、またね、上質にね、スッとね、余韻を残しつつですね、綺麗に流れていってですね、知らないうちにですね、お腹の中がポッカポッカぬくもっていってですね、また次のもう一杯が飲みたくなると。そのようなですね、非常にタフ、パワフル、力強い、圧倒的な強さ、骨格が太い、強い、パワフルすぎる、そのようなストレートっていう風に私は思いました。続きまして、こちらの銘柄のですね、加水を楽しんでいきましょう。さあ、どのような印象になるでしょうか。少し気持ちね、水を多く入れてみました。はい、加水の香りを失礼いたします。いや、甘いですね。甘い、まさしくカラメルバニラ、バニラカラメルですね。で、メープルシロップ関係があって、あとはですね、加水することによって意味バランスが崩れたと思うんですけど、ハーバルな印象、ハーバルな印象も出てきましたね。ハーブ関係で、香りは穏やかで、木の焦げたようなですね、そういう香りプラス、あとはバニラ的な感じ、うん、バニリンですね。バニリン系統のバニラ、バニラ風味を呈するバニリンおよびバニリンアシッド、バニリン酸がですね、ほのかにね、甘く感じるような、香りですね。で、少しね、レンゲの花のような、そのような印象もありまして、やはり蜂蜜とかね、そういう甘い、あとはメープルシロップ的な感じっていう、まあ、ストレートとね、リンク、当然なんかリンクしてるね、そのような、加水の香りかなと思いましたね。飲んでいきます。加水です。いやー、まろやかに優しく甘く流れてきますわ。加水した分だけ当然ながらね、飲みやすくなったんですけど、非常にね、スイスイ飲めてですね、甘いウォーター、蜂蜜ウォーター、メープルシロップウォーター、バニラウォータークリームブリュレウォーター、そんな印象でしょうかね。甘く上品にするって流れてきますね。柔らかく流れてきます。柔和に流れていきますわ。でですね、苦味&旨味、どっちかというと旨味の方がね、広がったまったりしたような感じで、苦味はね、抑えられたような印象ですね。バランスが非常に良くなりましたね。ストレートがね、バランスがよろしくないっていうことではなくてですね、この加水にするとですね、またね、新しい側面のですね、バランスを保つことができた。これはですね、なんでしょう、時間をかけてゆっくりゆっくりね、舐めるように飲んでいける、時間とともにですね、ケージ的にいろんなですね、様々な風味を楽しむことができる、そのようなですね、時間を楽しむことができるっていうことをですね、如実に体感できる、そんなですね、加水っていう風に私は感じましたよね。いいですね。では続きまして、こちらのエヴァン・ウィリアムスのレッドラベル10年もののロックを頂戴していきましょう。さあ、どのような酒質をですね、私に教えてくださることができるのでしょうかね。楽
楽しみのね、飲み方ですね。さあ、こんな感じですかね。よいしょ。はい、いいですね。ロックが完成しました。飲んでいきます。失礼いたします。うん、そうですね。ストレートの時はね、直ちにドライ、非常にね、苦味が豊かな感じなんですけど、このね、ロックにするとですね、その辺がですね、苦味がですね、定時的にじわ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 来るという感じになりましたね。逆に飲みやすくなりました。ストレートよりもこっちのロックの方が飲みやすくなりましたね。でね、甘みと苦味がシェイプしましたね。なんか私もっとドライになるのかなと思ったんですけど、甘さは抑えられてるんですけど、苦味もね、一緒にね、抑えられてる、控えめになってる感じで、より飲みやすくなりましたよね。まあ、これはあれですね、冷やすことによってですね、このベロの感覚といいますか、口のね、レセプターあたりがですね、なんでしょうかね、感じづらくなってる、そういう側面もあるかなと思うんですけど、いやー、なんて言うんでしょう、樹液を飲んでるような感じですわ。苦味&渋み、この苦味&渋みものですね、気のエッセンス、そちらを頂戴してる樹液をですね、体内に摂取してるような、そのようなですね、そしてアルコールのパンチも感じつつですね、じわ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 ですね、余韻に浸っていく素敵なロック、そのようにですね、私は感じました。では最後にですね、このエヴァン・ウィリアムズの12年もののソーダ割りをいただいていきましょう。まあこれぐらいにしときましょうかね。どっこいしょ。いやー、もうたまらんね、ほんまね。はい、いただきます。ちょっと香りを取っていきましょう。うん、香りはソーダ系統ですね。ソーダの香りプラスですね、そのバニラ系統の優しい感じ、カラメル系統の感じがあるんですけど、どちらかというとですね、おとなしい感じがするかな、おとなしい印象かなっていうふうに思います。はい、飲んでいきます。ソーダ割りを飲んでいきます。まあ、これもドライ系統ですね。終始一貫ドライ系統でしたね。ドライな感じで、そしてですね、ふんわりとしたね、印象も残しつつなんですけど、やはりどっしりと構えたような、フラットな感じと言いますか、ドーンと重い感じの平坦系っていうんでしょうかね。非常にですね、すっきり爽快な印象もあるんですけど、ニュートラル系統になってですね、苦味とですね、旨味がね、フラットになったような印象、そのようなイメージがありましてですね、飲み続けてられる、飲み飽きないというような、そのようなですね、飲み方、このソーダ割りもね、納得できる一品、納得できる飲み方っていう風に感じましたよね。では、今夜は、アメリカが誇るケンタッキーストレートバーボンウイスキー、その代表銘柄、プラスパイオニア的存在であります、エヴァン・ウィリアムス。エヴァン・ウィリアムスの赤ラベル。いわゆる12年もの、アルコール度数 50.5%、101プルーフ。の銘柄で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。